一体どういうことでしょう、兄様。これおこい、夕げの時ぐらいおとなしくせぬか。だって、おこいにはわかりませぬ。壇上様のお供に源之助様に代わって将軍が選ばれたのがそんなに悔しいか。だが人を羨んでいても仕方あるまい。お前もさらなる精進を積まねば。違います、私が選ばれなかったのが悔しいのではありませぬ。ん？私が納得いかぬのは、壇上様が源之助様を選びなさらなかったことです。あれほど張り切っておられた源之助様を何故。源之助様がおかわいそうです。あれほど張り切っておられたからではないかの。え、兄様、それはどういう。何、ふとそう思うただけよ。壇上様のお心などわしにわかるはずもない。今頃は壇上様と源之助様も夕下の時分、果たしてあの二人どんな顔で飯を食うておるか。兄様、今夜のイワナは火が通り過ぎておるようじゃ。何やら炭っぽくていかん。はい。ほう、山菜の煮付けか。やはり旬のものはうまいの。はい。なんじゃこのたくあん、こんなに分厚く切られては歯が痛うて噛み切れんわい。はい。まだ納得いかぬようじゃの。はい。いえ、滅相もございません。ふん、食えぬやつじゃ。源之助、甲賀と伊賀、まことに歩み寄れると思うておるのか。400年もの長きにわたる憎しみ、お前とおぼろが祝言をあげようと、それがたやすく消えるとはわしには思えぬ。ましてやお前の首一つでどうなるものか。気づいておられましたか。長年にわたって積み重ねられた両者の恨み、そんな甘いものではないぞ。若いお前にはまだまだわからぬ。時の重みとはそういうものじゃ。時の重み。お前の胸の内がどうであれ、動かぬものは動かぬ、変わらぬものは変わらぬ。儚い夢を持つのはもう。ならば。ん？時至らぬというのであれば、至るまで待ちましょう。時に重みがあるというなら、それを押し流してみせましょう。ふん、何を言うかと思えば。時は今も昔も絶えず流れるもの。それを悲しみとするか、望みと変えるか、すべては人の思い一つでございます。ほざきよって青二歳が。青二歳ゆえほざいております。されど何も知らぬ未熟ゆえ、甲賀と伊賀を縛る長き宿縁から解き放うてみせまする。おぼろ殿と二人、必ずや成し遂げてみせましょうぞ。はまったく言い出したら聞かぬ。誰に似たのかの、その頑固なところは。おそらくおじじに育てられたおかげでございましょう。言いよったな。この山菜の煮付け、おいしゅうございますな。そうであろう。
おそらく駿府の家康様もこれほどうまい山菜は食うてはおらんぞ。なればわしらはよほどの家宝者でございます。まったくじゃ。では行ってくるかの。壇上様のお供しっかりと務められよ。くれぐれも油断めさるな。心配無用じゃ。そちらこそ留守を任せたぞ。将軍殿、土産も忘れめさるな。分かっておる分かっておる。じゃあな昇格、じじいはお勤めに行くからの。だほら、だおじじ様が行かれますぞ昇格殿。あ、もしも源之助様と結ばれたならこのような愛らしい赤子が抱けましょうね。だだ愛らしい赤子とな。じじい、おい、今わしのことじいじと呼んだぞ。じいじい、あ、本人。さすがわしの孫じゃ。よし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 。何を泣いておる将軍。鬼の目にも涙じゃな。うるさいわ。じい、将軍や、じいじはすぐ帰ってくるからな。いい子で待っておるんじゃぞ。お土産たーんと持って帰る。今頃は駿府の大御所様にお目通りかなっておろうかの。おそらくは。へえ、将軍めが伊賀者に目にもの見せておるさなかやもしれませぬな。そうか。どうじゃ丈助、わしの笛を聞いているとまだ眠くなるか。ああ、そうでございますな。まだまだわしにはよくわかりませぬが、まあ悪い心地はいたしませぬ。上等じゃ。さて、ああ、また時峠。ああ、おぼろ殿が待ちかねておる。ああ、それもわしには分かりませぬな。おぼろ様お一人に満足される源之助様のお気持ちは、やはり女子は一人より二人、二人より三人、三人よりさて、わしはちょっくら街道まで女子をあさりに参るとしますかの。まあ、いずれお前にも分かろう。そう、時が至ればな。ああ、源之助様お待ちくだされ。わしは時が至っても女子は三人よりも四人、四人よりも五人、五人よりも仕方のないやつ。おお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 お